今日は、谷川さんと西岡で2人のビッグショーならぬビッグな2人ショーをお送りします。イエイ まず今回ですね、令和2年7月、何て言うんですかね、豪雨災害に遭われた方に、心よりお見舞い並びに、お悔やみ申し上げます。今回の災害でですね、まあ、私の友達の例えば鈴木座とかも翌日から連日被災地に入って、まあ、あの泥かきなどの活動をやってるんですけれども、まあ、我々の団体、まあ、あの熊本国際化センターとしてもですね、何か、お役に立てることはできないかということを考えまして、まあ、あの一般的に、まあ、あの今回も前回の熊本地震と同様にですね、多くの、ペットだとか動物も被災したのかなというところがあってですね、まあ、あの犬猫に関しましてはいろんな団体さんが入ってまして、まあ、あのすでにもうあの救難活動とか、まあ、それから一時預かりとかですねやられてるとは思うんですけれども、まあ、それ以外のですね、まあ、小動物だとかに関してが、まあ、これはあの行政の問題もあるんですけど、まあ、そもそも各市町村には動物愛護センターってあるんですけど、これ実質は犬猫センターなんですよね。例えばウサギとか、まあ、何でもカメとか何でもいいですけど、飼えなくなったと言って持って行っても犬猫しか引き取ってくれないという現状があるんですよ。そうですね。で、そういったところをですね、我々の、あの国際化センターだとか、まあ、うちの会社だとかで、まあ、引き取ってボランティアでやってるんですけれども、まあ、今回もおそらくそういった動物も少なからずいるんじゃないかなということがあってですね、まあ、あの一つにはそういった、避難所に犬猫がと一緒に避難できるのかという問題、これ熊本地震の時にも結構問題になったんですけれども、おそらく今もそういった問題がある中でですね、さらに犬猫以外の動物となるともっと引き取りだとかそういった預かってくれる面倒見れるっていう人が少ないんじゃないかなと思いまして、まあ、そこの部分を我々でやっていければというところですね。今日2人と掛け合いっていう風になってましたので、私も喋らないといけませんので少しだけ喋りますけど、実はあの私たちの団体は環境深いってありまして、やっぱり生き物を大切にしよう、そしてあの熊本震災がありました、やっぱ震災で傷んだ郷土でですね、人間だけじゃなくしてやっぱ生き物も大切に扱っていく熊本じゃないといけないだろうっていう、これ子どもたちにずっと教えてきたんです。ところがこのコロナの問題ではなかなか思うように学校での活動が十分できなかったんですけども、おかげさまで私たちが学校に関わったところからはですね、やはりこういう震災で何ができるんだろうかという子どもたちの純粋な気持ちが実は私たちに寄せられています。それで今彼が説明しましたように、やはり熊本の中で実は生き物クラブを作ろうじゃないか、私は学校でメダカの授業をやりますので、メダカとか熱帯魚を担当するようにしてますけど、彼の方はですね、私の嫌いな爬虫類なんですよ。もうヘビ、カメ、まあ、いろんなものを扱ってるんですけども、実は私たちのそういうグループの中には昆虫を扱うプロもいます。いろんな人たちの集まりの中で熊本生き物クラブが今スタートしたばかりですけども、今回の震災がですね少しでも役に立てばいいんじゃないかなと思いますし、また勝手に話してしまったりとかですね、あの捨ててしまったりして、やっぱ自然環境を破壊するようなことにつながらないようにと思いまして、今私たちは熊本県内のまた被災者の方々にですね安心してお預かりするという部分がですねスタートしたことを今日はお伝えしたいなというふうに思って、まあ、今日この動画を流しているところです。で、あの弊社ですね、株式会社リルファというのは、こちらにありますように、あの熊本市に、動物取扱業ということでですね、あの登録をしてるんですけれども、これで毎年年に1回の研修を受けなければならないんですよ。で、その中の研修でですね、この間出てきた話が、前回の熊本地震の時の話が出てきたんですけれども、まあ、あの動物愛護団体、まあ、規模の代償あると思うんですけれども、やっぱり大きいところになるとヘリコプターを持ってるっていう団体もあるんですよね。まず非常にお金を集めてらっしゃる団体もですね。で、そういった団体はですね、実際熊本地震の時に益城町にそのヘリコプターを着陸させろというお話があったらしいんですよ。
でこれはやっぱりその益城町としてもですね、まずは人命を優先だということで、断ったという経緯があるんですけれども、まあ、やっぱ中にはですね、そういう非常に強硬的なですね、まあ、活動されている団体もあるんですけれども、やっぱりそれはちょっと私も違うんじゃないかと思うんですよ、うんですね、やっぱり我々はですね、やっぱりそういう行政だとか、あとまあそういった被災者の人たちと向き合ったですね活動をやってこそ本来のそのボランティアだと思うんですよ。ですのでそのあたりはですね、もう我々はその正義を売ってるんじゃない、だからですね、本当に動物のこと、被災者のことを考えてですね、どういったことが最善なのかというのを考えながらですね、日々やっていこうと思っていますので、まあ、我々はこういうやり方なんだという押し付けはやりませんので、まあいろんな相談あると思いますけれども、まあ、そういったことで動物関係があればですね、まあ、我々できる限りはやりますということで、ただ条件としてもしやら出させていただくのがですね、犬猫はごめんなさいけどうちでできませんよと、まあ、ここはおそらく他の団体もいっぱいやっておられるので、そちらの方にお話振っていただければと思いますけれども、あとまあ法律上どうしてもうち特定動物 の飼育許可というのを持ってませんので、特定動物ができませんと、あとその他ですね、ヤギ、羊、豚、馬、牛とかのですね、家畜ですね、うん、こちらも飼育のスペースの関係上ですね、ですちょっと引き取りの方がごめんなさいということで、それ以外のまあどっちかといったらまあ小動物ですねからお魚とかですね、うん、そういったのが専門になってくるのかなと思いますけれども、家庭内で飼育できるようなものですね、そうですね、はい、そのあたりであればもうどんどんお話振っていただければですね、で取りに行ける範囲なるべく取りに行くようにいたしますので、まあ、そのあたりもお気軽にお声掛けいただければと思います。まあ、引き取りが可能な地域だったらですね、はい、こちらから出向いていくご協力もしたいと思いますので、はい、今大変被災地は大変だと思います。家を片付けたりですね、その時この動物がおるがために何もできないとか、例えば避難所に避難したんだけど自分のところの動物がいるがために避難所の中に持ち込めないとかいうのがもう必ず全国災害地で必ず出るんですよ。それで最近は非常に車中泊をするような方が増えてこられて、この車中泊の中でまた病気の発見が遅れたりとかですね、逆に行政から見た場合は被災者の把握がなかなかできにくいし遅れるというのがあります。車中泊もプライバシーを守るという意味で熊本震災から急激にそれが採用されて好まれるようになったんですけど、いい面悪い面はやっぱあるわけですから、みんなができるところを仮説しながら、まず被災された方たちが寄り添えるところが一つできればと思って、この生き物クラブが少しお手伝いできればと思っての今回のお話なんです。まあ、そこに関してはですね、うちもちょうどの熊本地震の時には、まあ、少なくともワンちゃんが4匹いたんですよ。でこのワンちゃんだけはまずどうしてもやっぱり生活一緒で暑かったり寒かったりというのがありますので、まあ、このワンちゃんだけはどうしても一緒に生活しなければいけないと思って、まず、避難所に中学校に連れて行ったんですけど、まあ、やっぱりどうしても避難所だと犬が嫌いな方、毛のアレルギーがある方とかいろんな方いらっしゃいますので、はいはい、まあ、最終的に車になったんですよね。で今回のですね、この豪雨災害との違いは、まあ、前回の時はほぼ皆さん車が無事だったんですよ。うん、ところが今回の豪雨災害はですね、多くの方が車が流されているという事情が、また前回と違う事情があるもんだからですね、この辺りにも対応したやっぱりレスキューをやっていかないといけないのかなというところがあってですね、まあ、とにかく我々はもう臨機応変にですね、まあ、できることをやっていこうということですので、まあ、何かありましたらお気軽にご連絡いただければと思います。はい、連絡先の電話番号は私の方が 090-9598-0666 谷川です。そしてこちらが西岡の方が 090-8910-3317 です。もう24時間私はつないでおりますので、いつでもご連絡してもらって構いませんので、よろしくお願いいたします。皆さん頑張りましょう。失礼します。はい、ありがとうございます。